黒板消し黒板消しは黒板にチョークで書かれた字合いを消すための道具。ラーフル、黒板吹きとも呼ばれる。一般的な黒板消しは脳型体の形状を持っている。表側と裏側で材質が違い、表は合成樹脂、または木の板、皮などで、裏はコーデューロイなどの布である。表の部分を持って裏の布の部分で黒板を吹く。持つ部分には とってよりもむしろベルトのようなものがついているのが通例である。裏の布の中にはスポンジが入っており柔軟性がある。これにより多少黒板がへこんでいても多用できる。基本的には文庫本の横金を少し短くしたくらいの大きさであるが一辺に広い領域を消せるよう長辺がより長くなっているものや手軽に持ち歩けるよう手のひらに入るほど小柄なものまで。 たくさん種類がある。ただし、黒板消しは黒板の3に収納されることが多いため、大抵のものは幅が3の幅と同じくらいである。使用方法は至って簡単であり、チョークで書かれた場所の上をなぞるだけで良いが、より黒板をきれいにするためには、黒板の全域を、そこにものが書いてあるかないかに関わらず縦方向なら、縦方向、横方向なら、 横方向になぞっていくのが良い。黒板消し自体にチョークの粉が付着しすぎてしまうと、かえってその粉が黒板につき黒板が汚く見えてしまうことがあり、黒板を拭く前に黒板消しをまずきれいにしておく必要性がある。黒板消しを掃除する機会がない場合は窓の外などで黒板消しを2つ手にして叩き合わせる光景も見られたが、この方法は粉が舞う。 叩くと白い粉が出ることからしばしばいたずらの道具にも使用された。教室の入り口のドアの上部に黒板消しを挟み、ドアを開けたものの頭の上に黒板消しが落ちる仕組みである。現代では行うものが少なくなった古典的ないたずらでもある。ただし実際には体がドアを横切る前のドアを開けた瞬間に落ちてしまうため頭に当たることは まずなく、当たったとしても手に当たる程度である。その他、現代でもよく見られるのが、右手と左手に黒板消しを持って叩き、チョークの粉を舞い散らせるいたずらである。メーカーなどの業界内、取り扱う文具卸などでは、一般的に、ラーフルと呼んでいる。一部地域などでは、一般人も黒板消しではなく、ラーフルと呼ぶことが多い。普通名詞として商品名にも使われている。 これについては、鹿児島工業高等専門学校教授であった、上村忠正の論文、ラーフル校に詳しい。それによると、ラーフルの由来はオランダ語のロファルである、可能性がある。ラーフルの意味がわからなかった一部の教員が使い方、そのものを表す、黒板消しという言葉を使い始めたことが、わかりやすさも伴って、全国的に広まったようである。戦前までは、 ラーフルという呼び方が全国的に主流だった。黒板消しクリーナーによる清掃の様子黒板消しクリーナー、ラーフルクリーナーなど、掃除機のように黒板消しの汚れを吸い取る仕組みの装置がある。最近では黒板と一体化したものも開発されている。ホワイトボードに書かれた文字を消す器具は、ホワイトボード消しとはあまり言わず、ホワイトボードイレーサー、クリーナーと呼ぶことが多い。 ただし、黒板消しになぞらえて、白板消しという表現を稀に年配の人が使うことはある。ありがとうございます。